皆さんこんにちは。山口百恵を母に持つ歌手である三浦祐太郎さん。今回は三浦祐太郎が家庭生活の実態について怒りの告と、極秘離婚や誉直の実態や、妻牧野由依が山口百恵に漏らしたふについて紹介します。まずは三浦祐太郎の履歴とプロフィールから紹介します。三浦祐太郎は日本のシンガーソングライター、俳優、ロックバンドピーキーソルトのボーカリスト、ドリームゼロワン所属、国立市観光大使。音楽活動の始まりは2002年、高校の文化祭で中学時代の同級生君秀、古仙と共に母体となるバンドを結成。後に須山が加入し、バンドピーキーソルトが結成される。ライブハウスでのライブ活動をしている時に声をかけられ、2008年11月26日にファーストシングル愛し刹那涙でメジャーデビュー。しかし2010年バンドメンバーの脱退、アーティストとしての方向性の違いにより活動休止。休止をきっかけに2011年6月1日三浦祐太郎名義でソロプロジェクトを始動。2012年3月3日松山千春の自叙伝を原作にした舞台旅立ちアショロよりの主演オーディションで主演の松山千春役に選ばれ、8月1日には松山千春のデビュー曲旅立ちのカバーでユニバーサル J からソロデビューを果たす。まず三浦祐太郎さんの両親ですが、なんと両親はあの山口百恵さん、父親は三浦友和さん、誰もが知っている大御所の芸能人と言えますね。三浦友和さんもとても有名な俳優なので、三浦友和さんという名前を聞いてピンときなくても、顔を見れば知らないという人はほとんどいないでしょう。三浦友和さんに関しては現在でも役者活動をしているので、いつか三浦祐太郎さんとの共演もあるかもしれませんね。三浦祐太郎さん自身はバンドでデビューが決まった時、最初は両親の名前は伏せていたそうですが、1ヶ月ほどでバレてしまったそうです。ここまで有名な方が両親だとすぐにバレてしまうのも納得できます。俳優三浦友和さんと元歌手山口百恵さんの長男でシンガーソングライターの三浦祐太郎さんが2020年6月12日、声優歌手の牧野由依さんと結婚したことを発表しました。三浦祐太郎さんと牧野由依さんは連名で、三浦祐太郎と牧野由依は本日6月12日に結婚いたしましたことをここにご報告させていただきます。これからの人生力を合わせ、私たちらしい歩みで、朗らかな家庭を築いていけたらと思っておりますので、どうか温かく見守っていただけましたら幸いに存じますと結婚を発表し、和装姿の2ショット写真も公開しています。2人の結婚発表を受けて、三浦祐太郎さんの父三浦友和さんは所属事務所を通じてコメントを寄せ、2020年の3月の初めに長男祐太郎から由依さんを紹介され、結婚の意思を伝えられました。2人が並んで私と妻の目の前にいることに何の違和感もなく、心から祝福できる二人の姿がそこにありました。コロナ禍の今、二人が身を置く芸能界も全く先の見えない状況です。その真っ只中に自分たちの意思を曲げず入籍に踏み切った二人にたくましさと覚悟を感じます。きっと幸せな家庭を築いてくれると信じていますと綴っています。三浦祐太郎さんは学生時代から音楽活動し、中学時代からの同級生と結成したバンドピーキーソルトのボーカル&ギターとして2008年にメジャーデビュー。2010年9月にバンド活動は休止し、2011年からソロ活動を開始しました。2012年にシンガーソングライター松山千春さんの自叙伝を原作とした舞台の主演オーディションに合格。さらに松山さんのデビュー曲旅立ちのカバーでソロデビューも果たしました。その後もソロで音楽活動を続けており、昨年10月リリースのアルバムでは母山口百恵さんの代表曲横須賀ストーリーをカバーしています。一方の牧野由依さんは数多くの有名アーティストのライブやレコーディングに参加しているキーボーディストで、作曲家音楽プロデューサーの牧野信弘さんを父に持ち、幼少期から子役として芸能活動をしながら音楽も学び、東京音楽大学附属高校東京音楽大学器楽専攻ピアノ科を卒業。大学に在籍中の2005年に歌手声優デビューを果たしました。デビュー後は
翼クロニクル NHK にようこそ。エンジェルビーツ、アイドルマスター、シンデレラガールズガンダムビルドファイターズトライなど数多くのアニメ作品に出演し、歌手としてもこれまでに多くの作品をリリース、女優活動もしており、2012年から大手芸能事務所アミューズに所属しています。そんな2人が交際しているとの情報は特になく、噂にもなっていなかったようなので、突然の結婚発表に対しては驚いたとの声や意外な組み合わせとの反応が多く見受けられます。2人はどのようにして出会い交際に発展したのかは定かではないのですが、三浦祐太郎さんはかねてから二次元好きを公言していました。2018年10月放送の行列のできる法律相談所に出演した際には、過去の恋愛などで女性に対してトラウマがあると明かし、3次元って嫌われる、でも2次元って嫌われないじゃないですかとして、アニメのキャラクターを嫁と呼んで愛でていることを告白しています。三浦祐太郎さんはかなりのアニメ好きで、音楽活動もしていることで牧野由依さんと出会い意気投合して結婚まで発展したということなのかもしれませんね。これから夫婦支え合い、三浦友和さん、山口百恵さん夫妻のような素敵な家庭を築いていってもらいですし、今後もそれぞれ様々な活動によって活躍する姿を見せてほしいです。現在は舞台演劇の分野をメインに活躍をされている木健太さん、ラリードライバーの篠塚健二郎さんの息子ということもあり、中学高校時代はフランスで過ごしていたという帰国子女でもあります。1988年3月生まれの26歳であり、三浦友和さんの息子たちより年下となります。マスコミに追い回された辛い時期を乗り越えて、現在では公私ともに順風満帆かに思える三浦友和さんですが、気になる噂もあります。それは三浦さんの息子が過去に逮捕されていたというネットの噂です。もちろん事実ではなく、なぜこんな噂が流れたのかすら謎である噂だと言えます。現在でも山口百恵さんの近影が時折週刊誌に掲載されるほど根強い注目度がある三浦さん一家ですから、息子に不祥事があれば当然マスコミが大騒ぎしているはずですが、そんなニュースが流れたことは過去に一度もありません。この噂の発生理由として一つ考えられるのが、三浦さんの甥である俳優木健太さんの存在です。木さんは2013年にプロダクション小木から独立しており、その後はみそぎ期間としてしばらく仕事を休業しています。私、木健太は12月をもってしばらくお仕事を休業することを決めましたと報告。決して辞めるわけではないですよと断りを入れ、芸能の仕事と個人的な仕事との両立が厳しい状態になっていて、どちらに対しても良い状態ではないままずるずるといるより、自分自身へのけじめとして事務所から離れて一人でやっていこうと思います、と理由を説明した木さんは、一般的な知名度こそないものの、仮面ライダーフォーゼに幹部怪人役として出演していた経歴があります。そのため木さんの突然の独立休業話が熱心な特撮ファンの間で話題となり、逮捕でもされたんじゃという噂でも生まれたのでしょう。その際に三浦さんの甥が逮捕されたという噂がどこかで間違って伝わり、三浦さんの息子が逮捕されたという噂に置き換えられたのだと思います。もちろん木さんに関しても過去に逮捕されたという事実は存在せず、現在でも地道に役者業で活躍しており、ネットの無責任な噂の怖さを感じさせる話題ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。